しやります。夜のテンションでございます。夜のテンション 100% 100% いいね。今回は一重のリミにアイプチを初体験してもらいます。噂通りに二重になるのでしょうか。二重を作る、これ折りすきっていう二重を作る機械です。機械じゃないでしょ。道具、道具です。グッズ、こちら見えないなんとかが二重を作る。見えない膜ね、膜。見えない膜が二重を作る。じゃあなんとかなんとか二重。ピッチャー鼻ほじってる。今言ってくれ。今言って頑張ってたの。これどこで買って、どこで1500円で買ったんだけどさ、とりあえず1500円。同時に食べない。ソニープラザで、プラザ、プラザで1500円で買いました。いいよ、はい。いい？見えないマックが二重を作る。さっき言った。じゃ、なんとか二重じゃウィザー。え？どこに書いてある？ザウィザー。何ザウィザー？用具第1位2018年。もういいからやろうよ。やりましょう。でこれ両方ともいい、超ちっちゃい。いや、一気にいくよ、せーの、パックまずこれはなんとかなんとかでしょ。なんかあのまぶたを押すやつね。そう、なんかの線を描くのかな。いい、うん、いい、いいよ。え、そこ眉毛だよ。そこじゃない。ちょっと危ないから、パッパやるから。見たい。いや、そこに、そこまぶたじゃないでしょ。そっか。あ、そうおお、めっちゃ深い。今一人じゃない。田中がみさゆちゃんからもらいました。私の誕生日にね、あのプレゼントでくれたんです。ありがとうございます、ね、大事に使ってる。 Thank you very much. Who it's a you? え？ Who it's a you? It's a you. Who it's a you? 何？ It's a you って何？Who は誰？ It's a you はお前は誰だ？お前は誰だーって言ってんの。お前は誰だ。それはさゆちゃん。え？ふう、いざゆう。ふう、いざゆう。いざゆう。それはあなた。誰なの？それはあなた。もういいから、早く。これ編集大変なんだから。こんにゃろじゃない。夜のテンション高い。100% ですから。はい。はい、じゃあもうやるよ。はい。じゃあリミちゃんやるよ。とりあえずドアップにしとくんでしょ。ピシッ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 。はい、できた。できてない。編集でかこうしてた。これ、汁。これ汁ね、汁。これが汁です。やめて。パパは片付いちゃできないから、うん、カメラ取ってきて。なるほど、なるほど。リミ、とりあえずリミのドアアップ。なんでよ。説明書。説明書とかいい。あのね、普通のね、あの二重線あるじゃん。二重ラインっていうの、うん。説明書に書いてあったんだけどね。なんか、もともとある二重ラインあるじゃん。二重線。それよりね、ちょっと上に書くんだって。理想の二重線っていうの。じゃあそう書くとちょっと大きく見えるんだって。目まで書くんだ。目そこまぶただよ、まぶた。大丈夫リミ。はい、じゃあやるよ。うん、やろう。はい。目閉じて。液体のりいくよ。おりゃー、プシュ。冷たい。ただリミがリアなんかリラックスしてる。今笑って触れちゃう。ちょっとブラしたらダメ。ブラしたら終わり企画。
でもめっちゃ溢れてる気がする。やばい、笑いでなんか溢れてるよ、やだや。ちょっとこうやったら大丈夫か、やりすぎたかな。でれん。1、2、3、4、5、6、7。そうそう、パチンって開いてよ。こっちもこっち。よし、普通の顔にしてごらん。失敗だ。お兄ちゃんのしほです。はい、というわけで今回はですね、今回はアイプチ動画でございます。うまくできるかわからない段階だけどね。ちょくちょくやってるんですよ、うん、昨日とかも試しにやったんですけど、なかなかうまくいかず手こずっておりまして、で今回やっと動画でできやろうかなと思います。長くな、あのちょっとね、うん、なんて言うんだろう、期間が空いちゃって申し訳ございません、うんうん、じゃあまずしほちゃんの今の顔の状態を見る。ちょっと失礼。しほちゃんは今ザ一重です。ね、ザ一重の状態で、でもちょっとね、うっすら線がついてきたんだよね。日々の努力からかどうかはまだわかんないけど、わかんないんだけど、はい、はい、じゃあちょっとね、挑戦してみますか。はい、あのね、最近折り式とか、あの寝る用のやつ、うん、線が折り式はだいぶ前に買ったよね。もうめっちゃ前で、もう半年ぐらい前だよね、うん、あと100均のテープとかも頑張ってやってて、うん、で最近ドラッグストアで、うん、溶け込む二重テープみたいな、あれ溶け込むんでしょうか。それやってみようか。があってめっちゃなんかいいなと思って買ってきてました。なかなか難しいよね、これ片面で結構むずいんだよね。そうね、あのなんだっけ、100均では両面しかやったことなくて、ほぼほぼ、うん、昔でも片面もね買ってたけど、買ってたっけ、うん、引っ張るんでしょ少し。そうなの、そうだ、引っ張るんだよ、ちょっと。そうそうそう。そう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 。で、目開けてるね。あ、それで押すのか。ゆっくり開けるってこと。うん。お、なったよ。全然なってないやん。なってない？なってない、失敗。むずいね。ストレって本当ね。大変だね。いいね、ママ二人で。どこに貼ってるかな。あ、薄すぎた。薄いね。薄いね、これ。これなんかやり方とか一応書いてあるの？うん。これ貼るだけでいいの？特に引っ張るとかじゃなくて。プッシャーで押さえて目を開けるのね。もっとなった、ちょっとなったんじゃない、ちょっとだけなった、うん、なった気がする。
わ、気持ちいい。すいません、お友達からちょっとライン。ちょっと音大きくない？ポロロンポロロンって。だっていつでもまあいいけど、まあいい、しょうがないでしょ。お休み中ですからね、今日ね。冬休みなんでね、うん。こっち見て。あ、でもなってるよ。ちょっとまっすぐカメラ見て。どうですかね。左と比べるとちょっとだけなった気がする。ほら。気がするで。どう？でもちょっとなってるよね。一緒な気がする。一緒かな。前から出てる散歩。でも違和感がないってことじゃない。いい意味で。いい意味でなんかテープ貼ってんのがわからない気がする。でも絶対テープ何もなってないよ。あ、ちょっとカメラがめちゃくちゃ。テープ貼ったよね今ね。うん。ダメだ。ダメだ。もともとこっちの方が線が強いのよ。じゃあ今度こっちやってみようか、水。貼っていい？うん。やだ。やだ。あ、でも一応貼ったかな、うん。じゃあちょっと右をやってみましょう。だってさ、目つぶってさ、貼るって書いてあるじゃん。待って、ちゃんとやってみよう。目開けてほしい。節目にし。節目って何？こうやって。下向く。で、ピンセットでイメージした二重ラインよりちょうど、より、ちょうど下の部分にって書いてある。テープをゆっくりと貼ります。その後、指で軽く押さえ、まぶたに密着させます。だってラインのちょうど下だって。 下でラインなんて見えないじゃん。下じゃあちょっと下目なんだよね、肌のきっと。こっち見て。下すぎだよ、下すぎ。ちょっとこの図をちゃんと、このさ、説明書ちゃんと、これぐらいだよ。下すぎ、ここはもうちょっと上だったかな。だってそれじゃちょっと下すぎじゃない？そんなもんなって押してごらんじゃん、一応。痛くないの？うん、大丈夫。お、運が良かったですって。お、こっちの方が綺麗じゃないですか。うん、やっぱちょっと下でいいんじゃん。え、ちょっと下すぎじゃないぐらいがいいのかな。あ、なったんじゃない？ちょっと下、左もそれでもうちょっと下目にやってみる。うん。お、どう？下絵って言うの？言うんじゃない。バリバリの一重に比べたら二重なんじゃない？いや、どう？ただテープつけただけじゃない？ほら。え？でもそういうもんでしょ？普通に考えて。嘘。うん。それか、もっとがっつり上の方にテープを貼って、がっつりもうちょっと二重幅を大きくするとか。うん。二重幅は別に少なく、ちっちゃくてもいいんだよ。いいんだ。もう二重になってればそれでいいんだよ。少しさっと押さえてる？押さえとけばいいのかな。かわいい。かわいいね、いいね。いいね、いいね。これで止まったらいいよね。うん、最高じゃない、目大きいって。どう？治った？戻った。戻った。目ちっちゃいんですよ、ほんと。ダメ？今日マシで行くわ。じゃあさ、今度さ、こっちでやってみた。テープじゃないやつ取るで。じゃあ、うん、あの夜用でやってみようか。やだ、夜用は夜にやるの。あ、そっか。じゃあ折り式でやる。うん、ちょっと待って、止めるの。で、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 で
しほちゃんの毎日動画まだですかって言ったの。本当？そう、まだですって送ったんだけど、うん、今日やっと出せるねと、うん、まだ出してないけど撮影の段階ですけどね。あ、確かに年内に出したくない？そうだね。はい。で、ガッていかないの？完全に乾く直前じゃないとダメなんじゃないの？それでしばらく停止だよね。俺好きだから、このまま固まれ。痛くないね。痛くない、うん、すごい図になってるけど痛い。お、このまま固まったら最高だね。めっちゃ二重、がっつり二重固まれ。お、どう？さっきよりはいい？先頭いたぐらい。でもいいじゃん。でも進歩じゃない？確かに。もうちょっと抑えとく。もうちょっと抑えとく。もうダメ？固まっちゃった？お、でもいいんじゃない？徐々にでしょ。一気にがっつり。どう？あ、いいんじゃない？どう？戻っちゃった？あ、でも二重になってるよ。あれ、二重って言うの？言うでしょ。ちょっと、こっち見て。どうですかね？一応、全画面越しだったら二重に見えないでしょ。見えないかな？見えない。ほら、でも一応二重じゃない？一応がっつり超一人の時は何もないじゃん。確かにそう比べるとさ、ちょっと線ついてる。うん、ほら、どう？いいんじゃない？あ、ちょっと二重じゃん。ちょっと目打ってあげて。どう？いい感じ？うん、まあ、多分いい感じでしょ。うん、線ついたし、今日ね、折り式の方がいいかな、しーちゃんには。テープより、テープ難しいもんね、やっぱね。貼る位置わかんなくない、テープって。うん、もう折り式でできるんだったら折り式でいいね。あ、いいじゃん。ねえ、ちゃんと綺麗なカーブになってきたよ。ほら、いい、ね、今日はじゃあこれで撮影行ってきます。うん、じゃあちょっとアップしてみましょう。惑星ループみたい、これ。うん、チュッタルルタロンタンタン。どう？自分で見て。まあまあだよね。まあまあじゃない？まあまあだよね。もっとさ、がっつり塗ったらいいのかね。もっとたっぷり乾かす時間長いよ。まあでもそれはしょうがないじゃん。時間があるんだったら別にいいんじゃない？がっつり塗ったらそれだけさ、もっとさ、がっつりさ、線が出んのかな。そういうもんじゃないのかな。そういうもんじゃなくない？そっか。でも今日はこれでおしまいですね。うん、今日はこの目で行ってきたいと思います。まだまだね、しほちゃんの挑戦は続きます。とりあえず、あの、年内にね、一度ね、アイプチ動画をね、撮ろうということだったので撮ってみました。やばい。